あ、どうにちは、埼玉のシンガーソングライター、トミと申します。よろしくお願いします。今日もですね、歌ボーカルミックスボス練習されている方に向けてですね、今日はちょっとまあ歌の練習、まあ具体的なメソッドというよりも、まあ歌を練習する環境についてのお話ですね。で、その歌を練習する環境ってなんだよって話なんですけど、まあぶっちゃけ練習するに環境もへったくれもなく、まあ自分で頑張るぞ、練習するぞってやれば、まあどこででもね、いつでもできるわけなんですよ。まあカラオケなり、こうやってスタジオなり入って、まあひたすら練習して歌ってっていうのは、まあ言ったらできるわけなんですけども、まあ、これを続けていくとか、何のためにやるっていうところまで行くと、どうしても一人だと、まあ今日はいいかなとかっていう日があるか、あるとかないとかっていう話とか、まあ結局練習してきたら、やっぱり誰かに見てもらいたいっていうのが、まあ本当に素直な、純粋な、まあ、人の心だとは思う。まあ本当にね、もう自分一人でもう完結していい、それでいいっていう人ももちろんいると思うので、まあ、そこはまあそれぞれ人それぞれ の目指す道だと思うんですけど、まあ、私の場合特に、まあ、特に自分で歌った作った曲を歌って、まあいろいろ曲を作ったりすると、まあ、やっぱり演奏してね、見てもらいたくなるわけですよ。まあこういった今はちょっとコロナで集まれないんで、YouTube でお届けさせていただいているわけなんですが、まあ自分、まあこういった YouTube も結構そういう練習する環境とは、私にとっては結構そういうのがあります。まあ一応こうやって自分でやってきたこととか、役に立った練習方法っていうのをご紹介しながら、まあ自分もまあ復習がてら、自分の練習にもう一回取り入れるようになったりとかしているので、まあ十分この動画で、まあ私はお話しさせている立場ではありますが、まあこの場所自体が結構私のいい練習環境になってますし、しかも自分の作品を発表する環境にもなっているので、まあこれはね、どれだけ見て、皆さんのこうお届けできているか、心にね、お届けできているかわかりませんが、まあ私自身はこうやって自分の、なんだろう、練習環境を作る、こういう動画配信という場所を作ることによって、まあ、練習を続けるということと、まあ、自分が磨いてきた歌、曲、作品というのを披露するという場所ができているので、まあ、かなり、私はかなりいいこの動画配信、いい環境になっています。で、皆さんこの練習、まあ、歌を、ね、練習して、まあ、なかなか今だとなかなか難しいので、カラオケで一緒に歌を、ね、カラオケに行って楽しむ仲間がいれば、まあ、その仲間とまたね、一緒にカラオケに行くっていうことが目標になり、まあ、そこでカラオケを歌って、まあ、一緒に楽しかった時間をまあ共有しながらも、あいつ上手くなってたなって思って、あ、よし、そう、じゃあ私もちょっと負けないで次もっと練習してくるわみたいな感じで密かに燃えるわけじゃないですか。で、そういうやり取りというか、まあ密かな、まあそういう一緒にやる人がいて、歌う人がいて、で聞いてもらえる人がいて、でそういうような繰り返しでどんどんお互いに成長していく。まあ自分はもちろんその練習を続けていくこともできるし、それを向けて目標設定して練習にこう励みになってするっていうのがあるんですが、まあテーマとしては練習環境ですが、じゃあ具体的にその環境ってどうやって作ったらいいのかっていうのをちょっと後半お話しようと思います。で、まあ一つ、まあちょっともう冒頭お話しちゃったんですけど、まあ一つはその練習するいい環境を作るっていうヒントの一つは、まあこの動画配信、私はまあ今もうすでにやっちゃってる立場ではありますが、ぜひね、皆さんもこういう歌とか、なんか作品作りとかされている方がいれば、動画配信はね、結構おすすめです。いろんなね、いろんな人に見られるので、いろんなコメントがあったりするとは思うし、中にはいろんなコメントをする中では、なんでこんなこと言うんだろうって人も、まあ、過去にいました。ただまあそれはそれでね、一つのまあ参考にはなりますし、まあ最悪削除もできるんでまあ見てもらうっていう、まあそのどんな反応が返ってくるかというよりも、自分がその見てもらってるっていう感覚になるのがすごい、大事になるから、なるかなと思ってるので、まあ、YouTube っていうのはまあ一つのまあ手段であるっていうのが、まあ、一つですね。まあ、自分が練習をしてそれを作品とか作ったら、披露する場所として一つ、まあいいおすすめなのが、まあこの動画配信、まあ自分で YouTube チャンネルを作るっていうことと、あともう一つがローカルコミュニティを作るっていうのも結構おすすめです。で、まあローカルコミュニティってなんだよって話なんですけど、まあ言ったらまあ音楽仲間ですね。自分で歌った、まあその音楽好きとか歌好きの、まあ友達、まあサークルとかコミュニティとか、まあなんでしょうね、大人の部活動的なちょっと言い方がやらしい感じですけど、まあ自分の友達とか知り合いとか、まあ、同好会とかってですよね、自分で好きな歌とか自分の好きなことを一緒に楽しめる仲間を作るっていうのも、まあ、一つ大事なことかな。まあ、これはまあ単純に友達っていうのでも全然いいんですけど、私の場合は音楽サークルを実はやってまして、まあ、ちょっとぜひ興味のある方は概要欄にも、ね、書いてあります。埼玉音楽サークル MMM という、ね、サークルをやらせていただいてまして、まあ、これも 7,8 年ぐらい今活動して、なるわけでメンバーまあ50人ぐらい、まあ、いるんですけど、まあ、なかなかね、コロナなんて
そのスタジオに入れなくなりまして、まあ、今オンラインで活動してはいるんですけど、まあ、こういう、まあ、この度集まれないとしても、まあ、オンラインの形になったとしても、まあ、自分が一緒に、まあ、セッションしてその曲を演奏する仲間がいるだけで、まあ、その仲間と曲を仕上げるために練習をするし、まあ、その仲間と一緒に練習して仕上げた曲を聴いてもらうっていう目標があるから頑張れるっていうのがあるので、まあまあ、もちろんね、自分一人で私もそうですけど、作品作って弾き語り一人でやって歌って演奏を、まあ、見てもらうっていう姿勢ももちろんあるので、その場合は別にメンバーはぶっちゃけ今はいらないっちゃいらないんですけど、まあ、それはゆくゆくはね、バンドでみんなで演奏したりとか、そういう気持ちももちろんありますし、まあ、イベント、ライブイベント作ったとこうやって、みんないろんな人に来てもらって、まあ、リアルでね、見てもらって聴いてもらって、まあ、みんなのね反響みたいっていうのもあるので、まあ、いろんなスタイルはあるんですが、まあ、やっぱり仲間がいる、まあ、一緒に演奏する仲間がいる。で、それはつまり、まあ、身近にいる、まあ、YouTube 配信っていうのが、まあ、オンラインで、まあ、遠くにいる人でも、もしくはその顔を知らない人でも、できるのに対して、そのローカルコミュニティっていうのはもう身近で、もう本当にリアルで、まあ、普通に面と向かってあって、まあ、自分お互いに知らない初対面であっても、まあ、顔を合わせて喋って、まあ、ある程度何回かのこういうつながりコミュニケーションができれば、まあ、そういう、オフラインこういう動画とかそういったものよりも結構、まあ、安心して、まあ、自分が、何でしょうね、よほど変なことしなければまあウェルカムな感じで一緒に話をして、まあ、あ、これ良かったよとかって、まあ、基本的にローカルコミュニティの方が、まあ、ポジティブな意見が出やすいとは思う。まあ、いきなりね、動画配信のコメントみたいに、なんかすごい刺さってくるようなことを言ってくる人も たまに言いますけど、リアルでも、まあ、でも比重としては全然動画配信よりもリアルのローカルコミュニティの方が、まあ、ポジティブな話、まあ、会話ができるとは思うので、まあ、安心してね、自分の顔を、まあ、身近、もう本当に限られたコミュニティの中だけで、演奏するっていう場合ではこのローカルコミュニティがかなりおすすめです。なので、まあ、サークルにね、まあ、いいサークルがあれば参加しちゃおうっていうのが、まあ、今日の動画のおすすめ後半の話であるし、あとはまあ自分でそのサークルがなければの話ですけど、自分が音楽とか歌やってて一緒に頑張る仲間が欲しいと思ってるんだけど、その私今埼玉におりますのでその埼玉の近くにいない方で、自分の住んでる地元の身近にその音楽サークル、まあ、例えば音楽が好きで音楽やりたいっていう場合、音楽サークルなかったら、まあ、自分で作っちゃおうっていうのも一つ手だと思うんですよ。まあ、別にサークル作るのだって無料ですし、無料っていうか別に作ったんだよって言えばもうサークルなので、まあ、あとはメンバーを集めたりとかするそういうのはありますけど、まあ、ホームページとか、まあ、サイトでこう募集掲示板載せたりとかっていうのを、まあ、やっていくと結構、まあ、同じことを考えて、で同じ、練習仲間がいないとかセッションする仲間がいないっていう人はやっぱどっかで出てくるので、やっぱサークルのこう旗揚げすると、まあ、やっぱりこう、あ、俺も私もやりたいっていう方がね、まあ、集まったりするので、まあ、そういったところから、まあ、いろんな、まあ、切磋琢磨するメンバーが集まったりとか、まあ、そのメンバー同士で演奏するようになって一つバンド演奏できるのであれば、まあ、それをライブもしくは発表として披露したくなる時が来るかもしれないし、まあ、あとは単純にそのつながりが広がるので、まあ、自分が知らなかった人、その場知人、新しくできた仲間のその友達もつながる可能性ができるので、結構無限に輪が広がっていく可能性があります。そんなポンポンね、うまいように話は広がらないのが、まあ、現実なんですけど、まあ、それでも一人でやっているよりも、まあ、こうやってローカルコミュニティ、こう仲間がいるっていうことはかなり歌を練習する環境にとって非常にいい、環境だと思ってます。なので、まあ、ぜひ、まあ、この話をするといやいや俺にはそんなことできないとか、いや俺は、まあ、友達いれば十分だし、その内輪のね、もともとしてる友達がいれば十分だよって、もちろんそれもあると思うんで、まあ、それはそれは、まあ、皆さん のお好きなスタイルで歌をね楽しんでいただければと思うんですけど、まあ、私自身、まあ、音楽サークルやらせていただいて、まあ、7、8年ぐらいやってきて、まあ、このメリットが非常に大きいと感じてますので、まあ、特に自分の歌を楽しむということと技術を高めるっていうことと、まあ、聞いてもらうっていう機会、まあ、つながりを広げるっていう意味でも、まあ、かなり大きな、まあ、自分を支えるものになってるなっていうのが、まあ、そのローカルコミュニティではあります。もちろんこの YouTube も今そうなりつつあります。今初めて YouTube の配信の方は1年半ぐらい、この配信をしている時点で1年半ぐらいになるんですけど、まあまあ、続けているとなかなかやっぱりいろんな方とね、コンタクト、まあ、コメントを
越しではありますし、あのメールたまにいただいてちょっとそれでやり取りする越しではありますが、まあ、それでもやっぱりいろんな方がね、あのあ歌音楽頑張ってるんだなっていうのをこう配信する側でありますか、まあ、こう触れ合う機会にはなります。それが自分の励みにもなりましたので、まあ、動画配信とかローカルコミュニティ、まあ、サークル、まあ、同好会、うん、大人の部活という方いろいろあるかもしれませんが、まあ、仲間を、ね、作るっていうのは非常に、まあ、なかなかコロナでちょっと集まれない制約はあるんですけど、まあ、仲間っていうのは非常に続けること、技術を高めること、まあ、そういったいろんな要素につながるのも、まあ、いい効果を、ね、与えてくれると思うので、今日はまあ一応練習環境を整えるというまあテーマでお話しましたが、まあ、そのテーマの中での核心っていうのはもう仲間を作りましょうってことです。まあ、それはオンラインでもオフラインでも、まあ、方法はいくらでも、まあ、今だったらオンラインの方がもしかしたらね、いいのかもしれませんが、まあ、仲間、ローカルコミュニティ、まあ、オンラインコミュニティ、まあ、何でもいいと思います。コミュニティを持つと、まあ、自分の歌を、まあ、楽しむ技術を高めるには非常にいい効果が出るんではないかというお話でございました。今日はちょっとね、あの練習のメソッド、まあ、具体的な練習方法ではなかったんですが、まあ、歌をね、練習する環境を整えるというのは非常に、まあ、続けていく意味も非常に重要だと思うので、まあ、もし、あの、まあ、ご無理のない範囲で、あの気が向けば、あのちょっとコミュニティを作ってみるなんていうの一つのきっかけになるようなね、動画になれば私もあの配信した回がありますということで、今日ね歌音楽ミックスボイス練習されてる方に向けて、まあ、あの動画のねいろんな視点からちょっとこうお話していますね、いいねボタンチャンネル登録いただけると嬉しいですということでしょう。